カピバラたちにたくさんの湯船を味わってもらおうということで、今日は変わり種風呂でリンゴをいただいたのでリンゴ風呂入ります、はい、ただ、見てください全然入ってない、はい、今日あってまるで入ってない。これはまだ使ってるあっちあっち。こんにちは。ご当地のリンゴ風呂でご当地のリンゴ風呂となっております。湯気だね。ぜひぜひ、結構面白かったっすよ。そんな、あんな面白い、トークが見れるとは思ってませんでした。はい。はい。水中で食べてる。もう横でね、私にもリンゴを、私にもリンゴをってめっちゃ超アピールしてた。あ、取れた。かわいいですね。美味しいね。すごい顔してる。はいはい、あるよあるよ。こっちこっち。リンゴのせい。入ってない子たちにもあげてます。めっちゃいい匂いします。うん。可愛くない？匂い。可愛くない？やばいやばい。気をつけてよ。パーターが。パタちゃんにもあげようか。タちゃんにも、はい。可愛くない？可愛いです。白雪姫みたいじゃないですか？それは毒リンゴじゃない。そうです。ダメでしょ。それやっぱり白雪姫っぽいです。どこが？何が？リンゴ食べてる感じ。よくわかんねえよ。可愛くない？可愛いです。何が？やっぱ歯型じゃないですか。歯型ならねまだわからなくもないですけど。はい、美味しかったねバターちゃん。早い、うん、食べるの早い。そしてすぐにリンゴがなくなってカピバラたちも現在今日は暖かかったのでリンゴ食べ終わった後すぐ出ちゃいました。あ、伊豆さんの中で風景からと、はい、みんな出て行きました。